山口県。山口県は日本の県の一つ。中国地方を構成する五県。中国五県のうちの一つで、九州地方との連接点となっている。本州最西端に位置しており、三方を海に囲まれている。県土の大半は山陽地方に含まれ、北浦地区、萩市、長戸市などが山陰地方の西端にあたるとされる。県庁所在地は、 県央部の山口市であるが、県内最大の都市は、県西端に位置する下関市となっている。また、県西部、下関市、宇部市などは、福岡県とのつながりが密接であり、県東部、岩国市などは、広島県とのつながりが密接である。詳細は口実。両政国の長渡国と巣王国に相当するので、傍聴という別名を持つ。 ス王国と長戸国は後に毛利氏によって統治され、江戸時代には合わせて長州藩と称していたことから長州と呼ばれることもある。県領に指定されているフグは南風白市場下関市が日本一の市場取扱量を占める。地元や周辺地域では主に取扱業者やマスコミなどが縁起を担いでフグとは呼ばず、グと呼ぶフグが すぐるにつながり、福が、福につながるためとされている呼び方を定着させようとしている下の関と福山省。フグの他にも海産物の資源が豊富である。南側を、瀬戸内海、広島湾、伊予灘、周防灘、西側と北側を、日本海、響灘と三方を海に囲まれ、その中央部を中国山地が横断している。 中国山地に水源を発する河川として、一級水系の沢川及び尾瀬川、二級水系の西木川、沢原の川、古東川、木屋川、阿武川等がある。平野部が小さく、瀬戸内川の一部、主要河川の川口部並びに、周南地区を除けば、山に囲まれた谷底平野が多く存在する。外目と内海の両方に面し、 中央部に産地が横たわるという地理的条件上、同じ県内でも気候には大きな違いが見られる。気候の特徴的に、瀬戸内海沿岸地域、内陸山間地域、日本海沿岸地域に大きく分けられるが、年平均気温が12から16度、年平均降水量が1600から2300ミ、mm、リメートルと比較的温暖であり、風水害や地震も比較的少ない。 ただし、梅雨期は、広島県と同様に、梅雨前線と断出流の影響で大雨となりやすい。上、休憩者地方海域県下所等の数も広島県に、ついで、全都道府県で2位であり、表層に堆積したマサドによる、土砂災害が発生しやすく、近年でも、平成21年7月中国、九州北部豪雨や平成25年7月28日の、 島根県と山口県の大雨で被害を受けている地域がある。このように同じ県内でも地域ごとの気象傾向に差があることもあり、天気予報を発表する際の一時細分区域は西部、中部、東部、北部の4つに設定されている。もともとは東部、西部、北部の3区分だった。2003年、平成15年3月3日には気象に関する中警報。 警報発表区域の細分化、二次細分区域の設定が行われ、県内が7区域、西部、豊田、下関、宇部、中部、山口、豊富、周南、北区が、東部、北部、長戸、萩峰、峰に細分化された。2007年、平成19年3月1日には、市町村合併を反映する形で二次細分区域が再編され、 二次細分区域が八区域に再設定されている。長らく県内の有人観測点は山口速攻所、下関地方気象台の2カ所であったが、山口速攻所は2010年10月1日をもって廃止され、現在は下関地方気象台のみとなっている。なお、下関地方気象台は福岡管区気象台の管轄であり、山口県は気象庁の予報区分では、 九州北部地方、山口県含むとして、九州北部と同一の区域として扱われる。上述の通り、山口県は中国地方の一つに区分されるが、関門海峡、津大奈良を挟んで、九州に近接していることから、九州とのつながりも深い。衆議院比例区、中国ブロック、国土交通省中国地方整備局、下関の港湾空港部を除く、 中国運輸局、NHK、中国、郵ょ銀行中国エリア、NTT ドコモ、NTT ドコモ中国、全国高等学校総合体育大会、インターハイ、中国大会、選抜高等学校野球大会、中国、四国ブロック、第六管区海上法案本部、岩国から豊富までのスオーナーだ。気象区分、山口県を含む九州北部、 山口県の気象状況を発表する下関地方気象台が福岡管区気象台の管轄になるため、国土交通省九州地方整備局、下関の港湾空港部、第七管区海上法案本部、萩から下関までの日本海、響灘と下関から宇部までのスゴな灘。また、税関も県内の税関支所はすべて文字税関の管轄である。 九州経済連合会は2006年に解消する以前には九州山口経済連合会と称しており解消後も下関市を中心に山口県に本社を置く企業法人18社が加盟しているこのか、シーモール下関の各テナントの一つであった大英下関店は九州地区の管轄であったため県内他店舗がのきなみ閉鎖される中でも閉店を 免れていたたが2010 20年9月20日に閉店した地形は県中央部が山地で沿岸、山あいに小規模な平野や盆地が分散している。海岸線は臨海工業が立地して、それぞれの工場地区ごとに労働力を引き寄せた。また、幹線交通網である国道2号や山陽本線も海岸線沿いに走っているため、 物流、内陸工業の面でも労働力を引き寄せた。このような産業構造と分布をしているため、特定地域への人口、物流、資本、情報の一極集中は発生せず、多極分散型の地域構造となっている。県庁所在地である山口市の県内た地域に対する求心力が低いこともあって、同市など県央地域よりも、 県外の地域との交流が深い自治体もある。県西部の下関市は、福岡県北九州市と共に、関門都市圏の各都市となっており、宇部市、山陽野田市、三根市などが同都市圏に含まれるほか、県東部の岩国市、脇町などは、広島県広島市を各都市とする広島都市圏に含まれる。また、萩市の江崎、小川地区、旧、玉川町安佐、やと地区、 九州佐町などは、島根県増田市との結びつきが強く、増田都市圏に含まれる。地域圏にはいくつかの区分方法が考えられるが、一例として、山口県による八つの広域都市圏がある。下関広域都市圏と長門広域都市圏は、広域都市圏内で合併が進み、県内一種となった。以下に記載する人口は、現在。なお、山口県の総人口は人。 基礎自治体は以下の13市、4郡、6町がある。山口県では町はすべて町と読む。村、村と読むは2006年、平成18年3月20日の本郷村の合併に伴って消滅している。2003年、平成15年4月1日時点で存在し、平成の大合併により廃止された市町村は以下の通り。 廃藩地県の際、県庁が置かれた山口町、現、山口市の町名がそのまま県名に採用された。山口という地名は、阿武郡にある山の入り口に由来する。衆議院の小選挙区が4、参議院では全県で1区を構成する。長州藩は、薩摩藩と共に、明治維新を主導し、両藩の出身者は、明治新政府の重要な地位についた。薩摩が、 西南戦争で大打撃を受けた数の人材を失ったのに対し、総帥、木戸高吉亡き後の世代交代も順調で、明治時代を通じて形成された長州伐と呼ばれる政治的人脈は、山口県出身の有力政治家を排出し続ける土壌となった。その結果、山口県は大日本帝国憲法と日本国憲法の両方の時代を通じて最も多くの首相。 9人を排出する都道府県となった。こうした背景から山口県は大臣、大将を目指せという教育を施すような風土を持ち、政治色が強い土地柄となっている。選挙では外して保守系勢力、自由民主党が強い支持を集める傾向があり、典型的な保守王国とも称される一方で、革新系の政治指導者も少なからず山口県から排出しており、 2010年、平成22年に首相に就いた、菅直人、16歳まで、宇部市在住は、非保守系、非自民系では、初の山口県首相の総理大臣となった、菅は東京選挙区から出馬している。戦後における、山口県出身の有力政治家として、首相経験者では、岸信介、佐藤栄作兄弟と、安倍晋三、 自民党総裁選出馬経験者では、安倍晋太郎、元外務大臣で、安倍晋三のジップ、林義郎、元大倉大臣、高村正彦、元外務大臣、閣僚経験者では、田中達夫、初代山口県知事、元通産大臣、佐藤晋次、元運輸大臣で、佐藤栄作次男、河村武夫、元文部科学大臣、元内閣官房長官、ついた、元自治大臣、 林義政、原文部科学大臣その他の国会議員、経験者では、重宗雄三、元参議院議長、徳永正俊、元参議院議長、野坂三十三、元日本共産党議長、宮本賢治、元日本共産党議長、松岡増す元日本新党代表幹事などがいる。ただし、これらの人物がすべて、 山口県の選挙区からの選出議員というわけではなく、参議院の全国区、比例区で選出された者、重宗、徳永、宮本や、上京後に東京都の選挙区から選出された者、菅野坂、逆に東京を生まれながら山口県の選挙区から選出された者、安倍晋三もいる。山陽地方にあたる瀬戸内海側は、重化学コンビナートを中心とした工業と、 高速道路網などを生かした流通業などが発展しており、瀬戸内工業地域の一角をなす。一方で、山陰地方にあたる日本海側は、農業、漁業などの第一次産業と観光業などのサービス産業が中心である。かつては、宇部、峰で工業が盛んであり、宇部炭鉱、宇部市や大峰炭鉱、峰市で、無塩炭を中心とした石炭が採掘されていた。 いずれも現在は閉山しているが、県西部、宇部市、山陽野田市などの重化学工業地域はもともとこの炭鉱を背景としている。現在、ミネ地区では石炭に代わって、石灰石の採掘が行われており、セメントの製造企業が集中している。一方、周南、岩国などの東部では、太平洋戦争当時の海軍燃料省などに由来する。 石油生成コンビナートを展開、ソーダなど化学系の製品製造を主とする工業地を形成している。2017年度の1人当たりの県民所得は312二5000円で全国9位。また、県内総生産は5兆7790億円で全国24位。製造品総出荷額は6兆5195億5 1一百万円で全国18位。 一時業所あたりの製造品出荷額は3229.100万円で全国1位である。経済圏は県内各地域に分散しており、経済産業省は都市雇用圏の考え方に基づいた経済圏を以下の地域に設定し、その産業特性を以下のように分析している。このほか,かつての財閥の一つである日産コンツェルンの創業者たち、 相川義介、久原房之の助らは山口県出身であり、日産コンチェルンの流れを組む複数の企業の生産拠点が山口県に残っている。1963年、昭和38年の山口国体開催にあたり、県管理道路、県道と一部の国道のガードレールを特産の夏みかんにちなんだ黄色にしようということになった。 それ以来県道のガードレールには黄色いものが使われている。山口県の主要港湾は、下関港、徳山下松港、以上国際拠点港湾、岩国港,港、宇部港、三田市中間港、小野田港である。かつては、下関市の彦島新港と北九州市、小倉北区の日民港を関門海峡フェリーが結んでいた。岩国、屋内、周南。 山口、豊富、萩、宇部、小野田、長戸、下関の8つの2次医療圏が設定されている。山口県内における3次救急、指定医療機関としては、以下の4つがある。なお、萩医療圏と長戸医療圏の全域では、これら4機関への自動車での移動が1時間を超えるため、医療体制や交通網の整備が課題となっている。国立大学。 一校、公立大学、三校、私立大学、短期大学、十一校、高等専門学校、三校、中等教育学校、一校、省庁大学校、一校、農林水産省所管、国立研究開発法人水産研究、教育機構法に基づく、省庁大学校、読売、朝日、毎日の各新聞は、西部本社、 読売は、福岡市、朝日、毎日は、北九州市に立地、日経は、西部市社、福岡市に立地、産経は、西部本部、福岡市に立地の管轄となっている。産経新聞は1997年、平成9年頃から発売を休止していたが、産経新聞社九州、山口本部、現、産経新聞西部本部発足に伴い2009年、 平成21年10月1日付より山口県での発行を再開した。印刷は佐賀県鳥栖市の毎日新聞社工場に委託している。山口県で販売している全国紙は以下の通り。山口県全域を発行エリアとする地方紙は山口新聞、下関市、日刊、港山口合同新聞社発行がある。中国新聞、広島市は 周南市に傍聴本社を置き、山口県内でも中国新聞山口として販売している。かつては西日本新聞、福岡市も県西部地域で販売していたが、2009年、平成21年3月31日をもって山口県での販売を停止し、山口市と下関市にあった市局も撤退した。他に長州新聞、下関市、週3回館、 朝秋新聞社発刊がある。県内特定地域を発行エリアとする主な地方紙は以下の通り、デイリースポーツ、大阪、神戸本社管轄の広島支社のエリアを除き、西部本社の販売エリアである。なお、日刊スポーツは2010年、平成22年4月に、豊富シートの管轄が大阪本社版に変更され、そのこともあって、県内で販売される。 スポーツ新聞は福岡ソフトバンクホークスやアビスパ福岡などの福岡県に本拠地を置く話題が多いデイリーに関しては阪神タイガースあるいは広島東洋カップまたはサンフレッチ広島などの広島本拠地とするもの。前日通り産経新聞は発行を再開したものの産経スポーツは発売されていない。またかつては西日本スポーツも発売されていたが 西日本新聞の山口県撤退と同時に山口県内での発売から撤退した。富士と現代は大阪本社版の早ずりのものをごく一部の駅売りスタンドで発売するのみ。なお、九州スポーツは東京スポーツ系列の新聞であるが、長官で扱われているため有関市ではない。山口県には FNN、FNS k 及び TXN 系列局が存在しない。 同県の FNN 系列局による報道取材は岩国市と萩市を除く地域ではテレビ西日本 TNC 岩国市ではテレビ新広島 TSS が萩市は参陰中央テレビジョン放送 TSK がそれぞれ担当する山口県内には FNNTXN の系列局は存在しないその一方でケーブルテレビの普及率が 比較的高く、特に県央部及び宇部、峰地域をエリアに持つ山口ケーブルビジョンでは、エリア内の加入率を75%以上と公表している。週刊 TV ガイドザテレビジョン等のテレビ専門誌では、県東部で、広島、島根、鳥取、山口東版、山口県域局と広島県域局、鳥取県、島根県の番組表を、収録を、県西部で、 福岡、佐賀、山口西番、山口県域局と福岡県域局、佐賀県域局の番組表を、収録をそれぞれ発行、発売しており、同じ雑誌でありながら同一県内で2種類の雑誌を、発行、購入ができる。衛星通信についても、山口県は、インテルサットのインド用経由の欧州向け、太平洋経由の米国向けの両方向への通信が、 可能な位置にあり、KDDI 山口衛星通信センターが山口市にある。当センターでは、インテル SAT インマルサットのサービスをしているが、その他、スカパー JSAT がスパーアバードの地上局、山口ネットワーク管制センター、自治体衛星通信機構の地上局、山口管制局も立地している。校舎については、全国瞬時警報システムなど、最重要ミッションを運用している。 格好後ろの JW は JWAVE から、MegaByte はミュージックバードからの番組配信あり、無印は自社制作中心。権域の方言は山口弁に区分されるが、地域ごとに大きな差異が見られる。経済産業大臣指定伝統的工芸品は以下の通り、サッカーチームはレノファ山口 FC、FC バレーン下関、FC ウベアーマン等がある。 かつては、A 大産業サッカー部が、熊谷郡平尾町に、本拠地を置いていた。野球チームは、広島東洋カープ2軍が、岩国市の広島東洋カープ有練習場を、本拠地としている。また、横浜 DNA ベイスターズは、球団発足当時、下関市の下関市 A 球場に、本拠地を置いていた。陸上競技では、全日本実業団ハーフマラソン、 山口市、毎年2月、下関海峡マラソン、下関市、毎年11月、豊富読売マラソン、豊富市、毎年12月等のマラソン大会が開催されている。ほか、全国持ち回り開催の全国、中学校駅伝大会が、山口市で開催されたことがある。かつては金棒陸上競技部が、豊富市に本拠地を置いていた。公営競技は、 甲府競輪場、甲府市、徳山協定場、ボートレース徳山、周南市、下関協定場、ボートレース下関、下関市、山陽オートレース場、山陽野田市がある。山口県の各市町村の年間観光客数は、山口県の統計による2017年の数値によれば、県全体で過去最高の3318.1万人が訪れ、 市町村別では、下関市が最も多く705.5万人、ついで山口市の483万人、岩国市の332万人、萩市の242万人、豊富市の219万人と続く。3年連続観光客数が3000万人を突破し、外国人観光客は54.8%増加し、40.8万人となった。温泉は、 湯田温泉、川棚温泉、湯本温泉、田原山温泉など51泉ある。そのうち25泉は放射能泉系、9泉は単純温泉系、13泉は塩化物泉系、残り3泉はその他の泉室である。有形文化財建造物としては、萩市の松下村塾、萩反射炉、萩城下町、大分山だったら、製鉄遺跡。 エビ寿が微造船所跡が世界遺産に登録、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業の構成資産として、下関市の高山寺仏殿と、住吉神社本殿、山口市の瑠璃工事50棟が国宝に指定、赤間神宮の水天門と、回廊等が重要無形文化財に、萩市の堀内地区、平安湖地区、浜崎地区、 サザナ市地区、柳ナ市のコシカナ地区が重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。